はい、木の店三目です。なかなか出入りが激しくてですね、そしてこういう朽ちた感じの穴もね、2箇所大きく開いてたりとか、そしてまだね何も塗ってないですけど、この、色ですね、様々ね、ちょっとこう主張している特徴のあるね木になります。これは一ですね、岩手県の原木を製材して、それのね結構外側の方なんですね。製材した最初か2番目かみたいな、ある程度形になった一番最初の板ですね。まだね製材して間もないんですけど、外側だったので乾きはねだいぶ早かったので、今回ね、仕上げることにしました。この1のサイズはですね、まず長さの方が、ここの切ったところからね、この下のね、端のところまでで1170、そしてですね、ここなんかここに全部、面皮の耳の部分になってて、一応台面は一番端を叩くだけなんですね。この一番狭いところが、まず70ですね、7センチで、そこから一気にね広くはなって、この穴の部分とね、ここも含めてなんですけど、大体この一番広いところですね、この一番広いところが500ですね、50センチ。そして、この全体の板の真ん中のあたりが、この、平らな台面の部分で250。そして、この端の部分が290ですね。そういうふうな、ね、板ですね。そして厚みの方が32ミリになります。そういうふうな感じで、かなり出入りがあるし、穴も開いてるので、サイズもね、台面のサイズも本当こう狭いところから広いところの、ね、差が結構激しくて、平均的なところでだいたい、そうですね、25センチから、30センチぐらいのね、そういうような感じの、幅のね、板なのかなっていったところですね。あとはちょっとこう広く見えるのは、この、耳の面側が原木のだいぶ外側だったのでね、耳の方もねだいぶ角度が緩やかになってて、広い感じには、こう見えるんですけど、そういうふうな板になってます。面側のね、こう入り組んだね耳の部分もそうですし、あとはこの台面のこの赤みの、今ねこううっすらオレンジ色になっているところとかですね、オイルを塗ってね、どういうふうな感じのこう濡れ色になるかね、ぜひね見ていただきたいと思います。はい、それでは、オイルの方塗っていきましょう。お願いします。まずは反対にして、キューラーから塗っていきます。キューラーの方はもうこういう、そうですね、もう穴も開いてて、朽ちたところも、ほぼほぼ何も処理はしてないですね。パテ埋めとかもしてなくて、もうそのままありのままという感じでね、このままの状態にしてますね。今でも塗ると木裏の方もだいぶね色もいいですし、1のねこの木目もだいぶこう動きもあって、たったこれだけしか塗ってないですけど、表情すごい豊かでね、またそういったところにこう赤みのしと白田のこの入り混じったあたりとかね、外側ならではっていう感じのね特徴ある板になってますね。木裏も素晴らしいですね。いい板に仕上がってます。清表織はね、もう幅広くね使うこともできますし、ちょっとした小さなねソファーテーブルとか、それぐらいな感じだったらいい感じに使えるんじゃないかなと思いますね。はい、木裏以上です。ここもほとんどね、そのままですね、何も処理はしてなくて、ちょっとこう整えた感じだけで、このね幅広いあの小手刷毛で全部はちょっとね、塗るのは難しいと思うので、後ほど細かいところは筆とかね、
もう少し細かいところでこう整えて塗っていくような感じになるかなと思います。一応パテ埋めしているところはこの入り側のところはね、まあ、ちょっとパテ埋めしてますね。あとはこの辺の台面のところにのこう朽ちたところは、パテ埋めをしてます。そうですね、やっぱ木浦に比べるとこっちの清表の方はね、やっぱりあの白田と面川が入るのでまただいぶ印象も違って見えますよね。はい、今ね耳のところをね塗ってます。普通のまん丸の原木ではなかったのでね、形自体もすごく特徴あって二股で出入りの激しい原木だったので、それの外側ということでね、まあ、そういったのもあってね、こういうあのすごい特徴あるね、板が表の方でね取れたのかなというところですね。面側の方もね結構平らに見えますけどね、もうここは平らにはなってないんですけど、だいぶね、耳の部分がたくさん見える感じになってて、甘皮の茶色い部分も残りつつね、全体的には本当にすごく鮮やかでね、一独特のあの赤みの色がねすごく入ってて、そしてそれにやっぱりこの白田の部分がねこうコントラストになってて、本当に表情あって、そしてこの形ですねと、こう見るところがねたくさんありすぎて、本当にもう、ね、こういろんなところにこう目がいってしまう感じですね。ここの部分がねあの白田にこう青がね少し入ってて、ここもこれはこれでね少しこう表情があって面白いですね。こっちの耳の方がこう角のような感じでね出入りがあってね、はい、今ここはこういうふうな感じでまだちょっとね塗ってない部分が少し残ってますけど、ここはまた後でね整えていきたいと思います。形がすごくねやっぱりいいですし、面側のこのオイルを塗ったところのこの濡れ色がすごくね台面とはまたちょっと違って、こう少しね雰囲気があって、この渋さとこの皮の面側の部分のこのツヤですね、もうかっこよくね出てるかなと思います。ひっくり返してソファーテーブルっていう風な感じだと、まああの広くね今のこの清表よりはねもう少し広くは使えるのかなっていうふうにも思いますし、このままの状態で、ちょっとねこうあの機能的にっていうふうなところはね、まあ、置いておいてもオブジェ的な感じのソファーテーブルっていうのはありかなと思います。やっぱ形がね本当にこう特徴的なので、やっぱりあと看板とかですね、何かこの、うん、あの見てもらうためだけにね使うっていうのも十分ありじゃないかなと思います。岩手県産のね1位の原木から製材した一枚板ですね、だいぶね外側の部分で、まあ、形がね、いろいろこう出入りも激しいね形なんですけども、まあ、その分ねすごく、印象的な一枚に、ね、仕上がったんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございます。